アルファロメオのステルビオについてお話しさせていただきたいと思います。 SUV が非常にブームですね。ジュリアと全く同時に開発された完全な兄弟車です。ぶ抜けた存在なんですよね。釣りの神様が見たら見てくれる車なんじゃないかなと。皆さんこんにちは。発光自動車カーライフ TV、 バールミッチーのバリスタミッチーです。本日はアルファロメオのステルビオについて少しお話しさせていただきたいと思います。ステルビオという車、皆さんどうお感じでしょうか。アルファロメオにとっては初の SUV です。で、今世の中全般的に SUV が非常にブームですね。ポルシェをはじめといたしまして、ランボルギーニも出しましたし、話によるとフェラーリもというふうな話も聞こえてまいります中で、アルファロメオが SUV、まず出すのかと、出すということ自体の是非を言われたこともありました。アルファロメオすんごい昔から SUV の小モデルを出しておりましたですね。アルファロメオカマルという小モデルももう随分20年ぐらい経つんじゃないでしょうか。昔から出してまして、でアルファロメオはSUV の構想はずっと持っておりました。で、今回その長年の構想をついに形にしたのがステルビオなわけですけれども、ステルビオはジュリアと全く同時に開発された完全な兄弟車です。ですからステルビオも最初からステルビオとして作られておりまして、何かの流用では全くないんですね。で、中には FF のベース車両があって、それを四駆に作り変えた SUV といったものももちろん存在はしてます。商品としては賢い作り方だと思うんですけれども、アルファロメオはやっぱりそれやらないわけですね。ジュリアとステルビオは同時期にシャシーもエンジンも全て新設計で作りました。 FR をベースにしまして四駆にしてるんですね。特にステルビオは四駆でありながら本当にその重量軽いです。そして重量配分もこれまた前後50対50なんですね。で、それが何を意味するかというと、当然乗りやすい。で、本当にスポーティーに走った時に気持ちが良い。雪道や滑りやすい路面に行った時に安定性が良いという全てのことに関わってくると思います。物理の神様は嘘をつかないっていうふうな小原の名言を吐いた福野礼一郎さんというジャーナリストがおりまして、僕大好きなんですけれども、まさにジュリアやステルビオは物理の神様が見たらですね、褒めてくれる車なんじゃないかなと思います。ステルビオっていうのは比較他社様の SUV と比べると、いろんな意味でむっちゃこう図抜けた存在なんですよね。一番比較他社様で軽い車と比べても似たようなグレードで10キロは軽いですし、ものによっては50、60キロ軽かったりもいたします。そしてエンジンのパワーと、あとトルクですね、これがまた非常に飛び抜けてます。パワーっていうのはエンジンを回していくに従ってこわーって盛り上がって力が出る、例えば高速道路でどんどん加速していくような力。トルクっていうのは普段使いアクセルを踏んだ時にグッとこう押し出す力ですよね。ステルビオはどちらも正直申しまして図抜けてます。ですので乗ってみると軽くてパワフルでバランスが良くてという車にステルビオはなってますので、このところはですね乗り比べてみると、なんと乗りやすくて、そして楽しくて、でまるでこう SUV じゃないみたいというふうに、皆さんよくおっしゃいます。これはぜひ体験していただきたいです。ではここで、ショールームにございますステルビオをご覧いただきたいと思います。こちらショールームに飾ってありますステルビオのスポーツグレードベローチェでございます。色が比較的後から新しくデビューいたしましたダイズドブルーという紺色ですけれども、この紺色、落ち着いた紺色であるというだけではなくて、ちょっとこう明るさというかですね、素敵な色合いのサイドのある紺色だと思います。大きな車ですから前後に間延びした感じになるかなと思いきや、見事にまとまった迫力のあるかっこいい顔だと思います。ルーフが少し下がってまして、全体的にぐっとこう後ろに収束していくような綺麗な流れを持たせながら、ここです、ここがぐっとこう盛り上がってるんですよ。ジュリアも少し盛り上がってるんですけれども、
ステリビューはそれがさらにぐっとこう大きめに盛り上がってます。こうすることで全体の流れの美しさとこう力強さっていうふうなものをよりこうはっきりと表現してますし、この大きな形を全然こう退屈なものに見せない工夫がたくさん詰まってるなというふうに思います。こちらはステリビューのクワドリフォリオです。このように放熱の穴が開いておりましたり、この辺りのデザインも凝っていたりですね、サイドにはクワドリフォリオのマークがついておりまして、屋根にはサンルーフが標準で、あとフロントとリアがですねオーバーフェンダーになっています。であと後ろのマフラーは4本出しになってまして、これジュリアもステリビューもそうなんですが、プロペラシャフトっていう一番動力を伝える大事なところにターボのパーツを使ってます。非常に高剛性で軽量でめちゃくちゃコストかかるんですけれども、それをこのグレードも普通のグレードもジュリアも全部そういうカーブのプロペラシャフトを使ったりとかですね、そういうことをアルファロメオしております。ですからこの車でなくても全てのグレードで同じ世界を味わっていただきたいというのが彼らの基本的なスタンスです。皆さんいかがでしたでしょうか。ステリビオの美しさ、かっこよさ、そしてですねあのデザインの彼らの非常に芸が細かいといいますか、すごくあの巧みなデザイン、ご堪能いただけたでしょうか。よろしければぜひご覧にいらしてください。それでは本日はこれにてお別れいたします。バールミッチーのバリスタミッチーでした。またお会いしましょう。ありがとうございます。